は東京市割ヶ丘を拠点として活動しています。元気いっぱいの子どもたちから腕のある男踊り、しなやかな女踊り、そして迫力のあるお囃子、今年国産化になりますが、来ている皆様に楽しんでいただけるよう頑張ります。2人で皆さん頑張ってください。